皆さんこんにちは、ジェイです。今日は介護の面接でよく聞かれている質問4回目のレッスンです。今回は記録について聞かれた時どのように答えるのかについて説明しますので、最後までご視聴よろしくお願いします。また理解できない内容についてはご自身でインターネットで調べるか、こちらの動画のコメント欄で質問を送ってください。できる限り質問についてお答えします。では始めます。日本で介護士として働いた経験がある人に次のような質問をする場合が多いです。今まで記録はどうしましたか？この質問は今まで記録をちゃんとつけていたのかと、手書きで記録をつけたのか、もしくはタブレットなどで記録をつけたのかについて確認する質問です。記録をつけるのは To keep a record、 手書きは Handwriting との意味です。私は今まで1000人以上の外国人に対して仕事を探すのを手伝っていますが、ほとんどの外国人は記録を苦手だと言っていました。ですが介護士はお年寄りの世話をすること以外に記録をちゃんとつけることが必要です。苦手は dislike something、 世話をするは take care of の意味です。施設によっては外国人にはひらがなやカタカナで記録をつけることが大丈夫なところもありますが、そうではないところもあります。それから手書きで記録を書いているところもあれば、タブレットなどを使用し記録をつけているところもあります。今まで記録をどうしましたかと聞かれたら、次の答えが良いと思います。今まではひらがなやカタカナで手書きの記録をつけました。難しい漢字はあんまり書けませんが、毎日漢字を覚えるように日本語の勉強をしています。このように答えた後、こちらの施設では記録は手書きですか、それともタブレットを使っていますかと質問すると、より印象が良くなります。印象が良くなるの意味は Make a good impression です。もし記録を書いたことがなかったら、次の答えが良いと思います。今までの施設では記録は日本人の同僚がつけていましたが、記録はとっても大切な
介護の仕事の一つだと思います。今後は少しずつ日本語の書き方を勉強して記録がつけられるように頑張ります。このように前向きに答えると今まで記録をつけられた経験がなくても面接官はこの人はしっかり努力してくれそうと思うのです。同僚はコーワーカー、前向きはポジティブの意味です。私はいろいろな施設の面接に行ってから思ったことがあります。外国人は面接で緊張して質問にちゃんと答えることができない。それから日本語で自己アピールがあんまりできていない人が多いと思いました。それで記録はどうしましたかの質問に記録は書けませんと答えてしまいます。これは良い答えではありません。今まではできていなくてもこれから頑張って記録をつけられるような努力の姿勢が全然見えないので面接で採用されない場合が多いです。努力はエポルト、姿勢はエティチュードの意味です。皆さんによく理解していただきたいのは面接官が面接の時何を重要視しているかについてです。それは皆さんの仕事に対する姿勢や基本的なマナーだということです。なので何かを質問されて自分が苦手なことを聞かれたら次のように答えましょう。今までは難しかったんですが今後は頑張ってできるようにします。このようにこれから頑張る姿勢を伝えると面接がうまくいく場合も多いです。今日の内容は以上です。次は引き続き面接でよく聞かれる質問について説明します。この動画が理解できなかったら何回も繰り返し見て面接の準備をしてみてください。それからこのような内容の動画も作ってほしいという内容がありましたらいつでもコメントください。今日はご視聴ありがとうございました。バイ。